レオナルド・ジョーン・リーブ城がクラージス街の私方を訪ねてきて若者ファーニーが2年の刑を終えて出国したことを知らせてくれた。私は、 オリーブ城ほど可愛らしい女をまだ見たことがない無論欠点を探せばいくらもあろうけれども彼女ほど愛嬌があって心まで水晶のように澄んだ女は珍しい私は若者ファーニーが刑務所にいる2年の間できるだけ彼女に会うことを避けていたそれは私が彼女を恋するようになることを恐れていたからだろうかいや そうではない。私は彼女の幸福に大打撃を与えたそれ以来彼女はすっかり変わってきたしかも彼女は私が彼女の幸福に打撃を与えたことも知らずに私に好意を持っているこの私に彼女は私の部屋に入って椅子に腰掛けると静かに私を見入りながら 別に興奮した風も苦痛の色も見せず低い落ち着いた声でファーニーが3週間前に放免状をもらって刑務所を出たことちょっと帰ってすぐまた行方不明になったことそれから苦心して探した結果今カムデンのあるみすぼらしいバスへの汚い屋根裏に住んでいるのを突き止めたことなどを物語ったまあそんなところに住んでいらっしゃるのですよ。 とオリーブ城が言った。あまり長い間暗いところに住んでいたのできっと明るいところが嫌になったのですわですから私が行くと苦痛をお感じになって私の顔を見ないようになさるのです話をしても私の話に耳を貸してくださらないのそしてもう来てくれるなとおっしゃいますわ彼女は平気でこれだけのことを言った 彼女の膝の上に乗った手袋をはめた手は少しも動かないけれどもそっと顔を見るとさすがに唇はかすかに震えていたあなたはファーニーさんの命令でここにいらっしゃったでしょうねと私が尋ねたいいえあなたのことは何とも申しませんでしたわなのにあなたはどうしておいでになったのです それはそれはあなたはファーニーさんのお友達だったのですからファーニーさんのところに行っていただきたいと思いましてファーニーの友達私がファーニーの友達か私は椅子を立ち上がるとストーブのそばに行ってじっと燃える炎を見入ったファーニーを刑務所に入れたのは誰だこの自分ではないか 少なくも私が誘惑しなかったら彼は罪を犯さなかったに違いないあの人に友達が役に立つのは今です今より他ありません彼女がきっぱりした声で言った私がいるだけじゃダメなんでございますの何しろ私は女の細腕ですからねそらあの方だって私がまだあの方を思っていることや 私が苦心して居所を探し出したことを認めてくれているんでしょうけれども今は女がいたってどうすることもできないんです今いるのは男の強い腕です今あの方が男の強い腕にすがらなかったら永久に谷底に落ちてしまいますそれはあなたにだってお分かりでしょうねえそうでしょどうさんですから ぜひあなたに言っていただきたいのでございますのあの方はいつもあなたを信用していましたご章ですからそうしてくださいませんかマントルピースの前にかがんだ私の額に冷や汗がにじんだあのファーニーの昔友達の中で人もあろうにオリーブ嬢が私を訪ねてこようとは。 こんな事件でオリーブ城と会うくらいなら世界の果てまでも逃げ出すところだった一体彼女に向いてどう説明したらいいだろうあの人が刑務所に入ったのはこの私のためですよ彼がサファイアを盗もうとしたのはこの私が教えたからです無論私とて彼を助けてやりたかったのはいっぱいですがとにかく。 私が彼を刑務所に投じた形になっているのですとこう言ってやろうかけれども私はそうは口に出しかねていっとき逃れを言ったそれはあなたの考え違いというものですよ女の愛と信仰で救いえない場合に何で他の者の,の力で救えますかとにかく言ってみてください それに彼はいつも私が出しゃばるのを嫌っていました誰でも刑務所を出た時には一人でいたがるものです私だって多分そうだろうと思いますですから少なくもここ当分は行かずに置いた方がいいと思いますねそらあの方だってちょっと交際しただけの友達なら会いたくないと思うでしょうけれどもあなたは違います あの方は世間の人に見捨てられて誰も救いの手を出してくれるものがないように思っているのです他の友達は見捨てようともあなただけはよもやお見捨てにはならないと思いますねえあなたお願いですから会いに行ってくださいましたあなたの前にひざまずいて頭を地につけてでもお願いいたしますわこうまで言われては私も折れるより他はなかった そこで顔を起こして彼女の顔を見入りながら「住所を教えてください」「行ってみましょう」と言った彼女は私にお礼を言うために口を開けたが言葉は一口も出さないで出し抜けに顔を覆ってすすり泣きしだした 2, 2 石の階段が2つその上に木の階段が2つ一番上に手すりのないはしごが1つあってそこが屋根裏になっている私はそのはしごの下に立ったまましばらく上を仰いでいた時々屋根裏の部屋からファーニーが絨毯もしかぬ床の上を行きつ戻りつしている足音が聞こえてくる次第に私の息が弾んできた 息が弾んできたのは階段を上ったからではない私は数百金を出してもドアを叩くのが嫌だったけれども叩くより他に仕方がなかった私はちょっと扉を叩いてそれからハンドルを回して覗き込んだ二人の目と目が出会った「いやどうすくんじゃないか!」こう言いながら 彼が顔を女学生のように真っ赤に染めまた白紙のように白くしたこれで第一の関門が通れたわけだ私は静かに部屋に入って扉を閉めた気の毒なほど安っぽい巻きタバコの煙の匂いがプーンと鼻を打った火のない暖炉や汚い外を見せないためにわざと幕を下ろした窓を私は見た 会いに来たよ。と私がまともに彼を見ながら言った誰に聞いてきたのだオリーブさんに聞いた彼はちょっとドキリとしたらしかったがすぐまた気を引き締めた2年の刑務所生活は彼を見違えるほどやつれさして昔の立派な面影はどこにも見られない両目はくぼみ 頬は落ち広かった肩は細くなって手がブルブル震えている彼は黙ったまま随分長い間私を見つめていた「早く私を見るのをやめて何とか言ってくれればいいがと思った」「私の喉はいたずらに干からびて言葉が自由に出なかった」「誰とてこんな場合には 適当な言葉を発見するのに苦しむだろうしばらくすると彼がどこか昔の美少に似た快活な美少語を浮かべて「ドース君よく来てくれたこんな時に来てくれるのは広い世間で君一人だよ」と言ったすぐ彼の心を読んだ私の耳が痛かった彼に胸を刺されるような気がした こんなことを言われるより握りこぶしで頭を殴られた方がマシだおい君いいことがあるんだよと彼が言葉を続けたあのサファイアでは失敗したが今度はうまくやりたいものだどうか君もう泥棒だけはよしてくれたまえと私がきっぱり遮ったすると彼が 刑務所に入る前にはなかった額のしわを寄せ鋭く私を見入りながら「えどうしたんだ君はもう足を洗ったのか?」「君がそんなことを言おうとは意外だね僕が刑務所に入ったから何か変わったことでもあったのか」「まあ聞きたまえ」と私が静かに言った。 彼は私が出したロシア巻きのタバコに火をつけると粗末なカンバス床に腰掛けて耳を澄ました「僕もあの時君と同じように捕らえられたんだよそれは君もご承知の通りだ」と私が説明を始めた「それは分かっている」と彼が言った「あの時は僕も君を捨てて一人逃げようとせず」 君も僕を捨てて逃げようとせず、二人一緒に捕らえられたのだ。エレシャム家にサファイアを取りに行った時二人で戦った光景はとても終生忘れられない。君は一生懸命になって僕を助けようとした。その点はこの二年の間、いつも君に感謝していた。だから、何もそんなに弁解がましいことを言うには及ばないよ。そう。 僕はできるだけのことはしたけれども君を逃がすこともできなければまた僕自身で逃げ出すこともできなかったけれども君が考えているように裁判所まで引っ張られはしなかった実に運のいいことがあったのだよ警察の方で僕にある値打ちを発見したんだね簡単に言えばファーニー君 僕は有名な宝石泥棒だったので宝石のことならどんなことでも知ってるそこで警視庁の連中が僕をスパイに使って宝石泥棒を捕まえようとしたのだ運が良かったと言ったのはここだつまり僕は警察署に入れられる代わり警視庁の仕事をしなくちゃならなくなったんだであれから2年間 スパイばかりやってきたというわけなんだいつかは代償の起源が済んで自由になれるだろうと思うがまだそこまでいかんのだよバーニーは非常な興味を持って私の話を聞いていた私は2年の間彼ほどの苦労はしなかった彼は暗い官房で過ごしたのに私は明るい日の照るところで暮らしていた しかも彼は前日からの悪人ではなくただ私に誘惑されて罪を犯したのである私はむしろ彼に罵倒されたかったしかるに彼は静かに椅子を立ち上がると私の手を握りしめて「そうかそれは嬉しい僕は刑務所にいる間君がどうなっただろうとどのくらいそれを心配したかわからない」 君が無事だったのは何より結構だ刑務所というところは決して健康な場所ではないよまあどんなところか話して聞かそうか彼の顔からはいつの間にやら苦痛の表情が消えていたそしてせわしそうに大股に部屋の中を歩き回った僕は君を助けるためにここまでやってきたのだ 今までののことは僕の方が悪かった。けれどもけれどもするとファーニーは急にくるりと向き直りわざとらしい微笑を浮かべてそれは君も悪かったさしかし今夜だけ君が警察に勤めているということを忘れてもらいたいのだよ僕の思いついたことを話してみようか吉田え。 まあ聞くだけ聞きたまえ。おい君。心から君を愛しているオリーブという女があることを忘れちゃダメだぜ。彼は火のように瞳を輝かして。あの女の名だけは言わないでくれたまえ。治りかけた傷口に焼けた鉄を当てられているような気がする。そうか。では、言うまい。 僕の言うことを聞いてくれるのかいいことならとにかく、悪いことなら聞かれないね。ではもう僕がどんなに落泊しても構わないというのか君はそら警察の方に雇われていればいいだろう。しかしこの僕はもうどうにもならないんだ。君は刑務所から出る者がみんな善人になっていると思うかもしれないが、 もしそう思っていたなら君の大きな間違いだいつまでも手を貸せとは言わないただ今度一度だけだ一度で僕はきれいに足を洗って米国に渡るそしてそこで正しい正直な男として新障害を始めるつもりだ君がどうしても嫌だと言うなら仕方もないが僕としては とても言葉で言えぬほど君の助力を絶望しているのだ。では、君が新生涯に入るために僕が千本ドの金を提供しよう。冗談じゃない君の金なんか欲しくないよでは、君はどうしようというんだ。面白いことがあるんだよ。君も知っている通り、 僕はまだ悪いことをやらないうちによくいろんな家に招待されたものだがカルミンスター公爵夫人の家に招待されたこともあるんだよところがね23日前にねその公爵夫人の屋敷に給仕として当時雇われていた男にひょっこり町で出会ったのだよその給仕はブラザースという名の男で窃盗のために公爵夫人方から追い払われたのだが 僕と町で行き合うと両方とも振り向いてみてそれから話をしだしてついに一緒に近くのバーに入ったんだよ聞いていた私がかすかに唇からうめき声を漏らしたところが向こうも僕が最近に刑務所を出たことを知っていてね先生もこの頃公爵夫人方から暇をもらったのだからしきりに同情してくれたよそれで別れる前に 聞き捨てならぬことを話してくれた公爵夫人のオパールの首飾りのことを話してくれたのさそのオパールは僕もいつやら舞踏会の時に夫人に向かって褒めたことがある25の火のような玉が連なった実に立派なものだよここまで聞くともう私は辛抱しきれなくなった君は。 気でも狂ったんじゃないのか。英国中であのカルミンスター夫人ほど自分の宝石を自慢しかつまたそれを用心深く保存している女はないのだよ君はまた刑務所に入りたいのか僕は今夜のうちにあのオパールが盗みたいんだで君はブラザースとかいう給仕と一緒に 公爵夫人の屋敷に忍び込もうというのかなあに屋敷じゃないもっともっと優しい仕事なんだよ夫人はパリの宝石屋の目録を見ているうちにあの首飾りの飾り付けを変えたくなったのでいよいよパリに送ることを決めたのだブラザースはちょうど解雇される前にそのことを聞いたそうだ そしてパリの店からわざわざ首飾りを受け取りに来た店員が明日はパリに帰るからやるなら今夜のうちだバカバカしいでパリから来た店員はどこに泊まっているんだそれはブラザースが知ってる先生ちゃんとそんなことまで調べているんだいつもパリの店員に尾行して様子をうかがっている けれどもまだ僕を十分信用していないで大切な点だけは打ち明けてくれない今夜ホルモン街とシャフツベリー街の角で落ち合うことになっているからその時教えてくれるだろうパリの店員はこのロンドンにいる間は遊ぶに決まっているから夜は芝居が住む頃まで家に帰らぬはずだ場所はわからないが家具付きの曲がりをしていてその家の隣の家が今空き家になっていて。 しかもその空き家のドアの鍵をブラザースが手に入れているんだ二人はこの空き家から屋根を伝って天窓から隣の家に忍び込むつもりだ僕も刑務所にいる間にいろんなことを覚えて心配はないだろうと思うがしかし君が手を貸してくれると一層こと事がうまく運ぶんだろうと思うどうだ一つ一緒にやってくれないか 犯罪にもいろんな部門があるが普通の窃盗や忍び込みは僕の専門じゃないそんなことは僕には向かない仕事だ君は強いて不幸を求めに行くようなものだきっと不幸な報いが来るだろうと僕は思うだから君吉田前僕はそのオパールというのはパリの店員がいつも話さず身につけていると思うねいいや 僕はそう思わぬ彼はロンドンで遊ぶだろうから首飾りは部屋にしまっといて出るだろうと思うおいドースくん嫌だと言っちゃ困るよ君が誘った時に僕が同意したのだから今度は君が僕に同意してくれる番ではないかファーニーは胸を貫くような言葉で話を結んだ他のことを言うなら何を言っても怖くない 何を言っってても笑っていられるが、「今度は君が同意してくれる番ではないか」と言われるとピストルを向けられたより怖いそうだ私はかつて彼を誘惑したそして彼を2年の間刑務所に入れたその彼が今度は私を誘惑しようとしているのだ。 彼がパリの店員を襲っても失敗することは明らかで彼の計画には確実なところがない私が助けてやらねば彼が失敗するのは決まりきっているそれかといってオリーブ城のことを思えば彼と一緒に罪を犯す気にもなれぬ私は二つの道に狂った「おい君うんと言ってくれないか」 熱心にファーニーニが言った。私は10分の間考えてとうとう同意したよしでは今夜だけは君の言う通りにしようしかし言っておくが今夜一度だけだよありがとうきっと同意してくれるだろうと思っていた彼が軽く笑った巻きタバコをもう一本くれたまえ さっき行った場所で今夜十時にブラザースと落ち合う約束になっているだから君もそこまで来てくれたまえ君は変装した方がいいだろうブラザースに正体を知られて後でゆすられたりすると面倒だからサファイアを盗みに行った時にはファーニーと私は 風の前に立った2つのろうそくのようなものであった2人で失敗したのは犯罪の氷の道を踏み外したためではなくて周囲の状態が都合悪くできていたからであるだからあの時は全てのことが行き違った仕事に取りかかる前から不安な予感があったけれど今度の冒険はすこぶる幼稚で着ぐるいざたと思われるほどであったにもかかわらず 不思議にも私はニューオークスフォード駅からシャフツベリー街の方へ行く時何ら不安な予感を感じなかったただ困ったことには昼のうちからヒューヒュー吹いていた風が夜に入って国雲を低く吹きまくって雨を降らし始めたしかし一緒に仕事をする者が道具のように自由に使えるブラザースとファーニーかと思うとなんとなく気が安らかだった ファーニーが話した計画はいかにも単純だが単純だけに仕事は案外優しいかもしれぬまた獲物のオパールは確かに値打ちのある品物だ私はカルミンスター公爵夫人を知っているだろうかそうよく知っている彼女のオパールの首飾りも見たことがあるがところどころに斑点のある火のような赤みのさした素晴らしいオパールだ シャフツベリーガンを100歩ばかり歩いたと思う頃私はマッチを吸って葉巻に火をつけたとマッチの火が消えないうちにファーニーが出てきたマッチの火をかざして彼の顔を見るとひどく興奮している「ドースくん遅かったじゃないか」ととがめるように彼が言った「ブラザースが不変を言っていたぜ先生は君を連れて行くのを嫌がってるんだから」 ブラザースはどこにいるんだ。こう言いながら私が彼と肩を並べて歩きかけると間もなく向こうからブラザースがやってきた中折れを目深にかぶってアマガ島の裾を風になびかせているちょっと見たところ平凡な男だけれどもこうした目的でこうした男とこうした場所で落ち合うなんて不思議な会合ではある ーーニがが彼を指差しながらこれがブラザースくんだようまく落ちえてよかったね紹介されたブラザースはしかめ面をしたさあ行こうとファーニーが言ったブラザースくん案内してくれたまえ3人が一緒に歩き出した君たちは平気らしいが用心しないと危ないぜ。 と私が言ったなに大丈夫だよ心配ない宝石屋に忍び込むなら警官や夜番を押される必要もあるが何しろ留守で火さえついていない部屋へ飛び込むんだからねファーニーが言ったしかしパリの店員が留守でなかったらどうするいや確かに留守ださっきブラザース君がキャッツが自動車に乗って出るのを見届けたのだ 芝居が跳ねる頃までは帰ってくる心配はないよ。それにしても道具なしには入れない。道具はちゃんと用意してきた。街灯の下には金手子を隠しているし、上着のポケットにはのみまで入れてきたよ。その用意はいいとして、大切なものを一つ忘れているぜ。何を経験を。 その代わり君がいるじゃないかしかし忍び込みは僕の専門外だからね帰りたければ帰りでもえ私はため息をついた帰るにはすでに時期が遅い今夜だけはファーニーのお供をするより他ない20分ばかり歩いたと思うとブラザースが立ち止まって向こうの家だがね どうも、よく考えてみると、三人も部屋の中に入る必要はないらしい。だから僕だけは一人家の外に立って、張り板をしていようと思うのだ。おじけがついたのかね静かに私が言った。え君はんでもよかったんだよ。勝手についてきたんじゃないか。荒々しく彼が言った。そばからファーニーが、 そうだ、ブラザース君は外で張り番をしている方がいい鍵を出したまえ君はここでぶらついていて怪しいものが近づいたら合図をしてくれたまえ暗くて静かだから仕事をするには都合がいいどんな合図がいいだろうブラザースが渋い顔をしていった口笛がいい口笛で歌を吹きたまえ ブラザースは鍵を渡しながら「じゃあチペレリーの歌を吹こう」「怪しいやつが来たらチペレリーの歌を一回吹いて僕だけ先に逃げるよ」私たちは彼と長い町の角で別れて進んだ夜霧の中をシトシトと小やみなく雨が降るワーニーが興奮にブルブル震えながら「早く来たまえあいつがいない方が帰っていいよ!」 私も彼がいないで幸いだと思った1分間後私たちは人気のない空き家に入っていたファーニーが食火の強い懐中電灯をともしながら1週間前まではこの家に万人が1人住んでいたんだがねそれが伝染病にかかって入院してるんだこの家が消毒してあればいいがこう冗談のように言って それから笑いながら階段を上り始めた2人が足音を忍ばせながら上ると静かな家の中が一層静かに思われた時々ギーと階段がきしんだ階段といっても手すりが埃だらけの狭い階段で片方の黄色い壁紙に手を触れるとボコボコになっていた階段のそばの3つの窓からは ガラス越しに空き地に生えた菩提樹の茂みが見える2人は抜き足差し足息を殺して歩いたファーニーはもし何者かが現れたらすぐ殴りつける身構えをして片手に金手子を握りしめている2年の刑務所生活は彼を抜け目ない男にした階段を上りきると壁の少し高いところに 屋根と天井との間の狭い隙間に通ずる四角な穴があって板で塞いであるファーニーが私の耳に口を寄せて聞こえるか聞こえないかの低い声でささやいた「ブラザースが言っていたがあの板は金手こで開くそうだよ」「あれを開けて入ると天井裏からすぐ屋根の天窓に抜けられるようになっているだから君はこの壁際にしゃがんでくれたまえ」 僕が君の肩へのぼってこのかなてこで板をこじあけるからはしごを持ってくるとよかったんだがなあファーニーは言ったとおりにした穴が開くと2人が天井裏にのぼったすぐそばに天窓があったので2人はそこから屋根の上に出た目がくらむほどの高いところにのぼっても平気な人もある けれども私は恐ろしかった。私には猫の真似はできないへそのを切って以来この時ほど肝を冷やしたことはない空を仰げば雨はいつの間にかやんで高い高いところに星が2つ3つ輝いている2人は靴の先を問いにかけて横に張って隣の家の方に行ったはるかに町の雑音が 数百マイル離れたわめき声を聞くようにかすかに響いている手をかけるところといっては薄い瓦のわずかな突起よりほかないし足をかける問いはいつ滑るか分からぬのでもし屋根から転げ落ちようものなら下の敷石で体をみじんに砕いて死なねばならぬファーニーがいかにも疲労して激しく呼吸しているのが手に取るごとく聞こえる しかし彼は疲労しているのではない興奮して神経を弱くしているのだけれども隣の天窓に着くのは時間を要しなかったその天窓からは明かりが漏れていた私たちは金手こで扉を開けて下を見たそこは小さい浴室になっていた「ここから両手でぶら下がって下に飛び降りよう」 あまり高くないから大丈夫だよ。言いながらファーニーが靴を脱いでポケットに入れた次の瞬間ひらりと彼が下に飛び降りた私がそれに続いたあまり高くないので音はしなかったオパールがある部屋は君知っているのだろうね私がささやいた彼は部屋を2つ持っているそうだ 裏の部屋は寝室になっているそうだから表の部屋から先に探すことにしよう待っていたまえ。部屋の扉に鍵がかかっているかどうか調べてみるからかかってなければすぐ帰って君に知らせるよ多くの泥棒が成功するのは大胆と単純の性質を持っているからだファーニーもそれを持っていた彼は浴室の扉を開けて外に出た 外には敷物を敷いた階段が伝統に照らされているまもなく彼が帰ってきて扉には鍵がかけてないから早く来たまえ彼の両目はものすごく輝き落ちくぼんだ目は赤くほてっているそんなに静かに歩かんでもいいもし人がいたら足音を聞いて顔を出すから大胆に歩きたまえと私が言った けれども彼は激しく興奮していて私の言葉に耳を貸さずさながら焼けたレンガの上を踏むように歩いた彼は扉の前に立ち止まって私に合図して静かに焼けた二人は部屋に入ったファーニーがまた扉を閉めたこれが表の部屋だファーニーが壁際を探ってパッとスイッチをひねると赤い傘のある電灯に火がついた けれども私たちが部屋の中を見回そうと首を振り向けたその瞬間下の方からかすかな鋭い口笛でチペレリーの歌を吹くのが聞こえたおやブラザースだこうあえぎながらファーニーがほてった方を灰のように青くした彼が慌ててとんまな行動をとらないように彼の腕を握ったしばらく沈黙が続いたと思うと 下の方で大きい叱ったの声それに続いて恐怖で縮み上がるような鋭い叫び声が聞こえたブラザースが捕らえられたとファーニーが会いだそして私の手を振り切って駆け出そうとしたので私がまた彼の腕を握って力いっぱい引きずるようにして裏の部屋に連れて行った慌てちゃいかん と私はいった静かにしていたまえ警官がここまで上がってくるかもしれないよ来ないかもしれないきっとブラザースが何もかもしゃべるだろう次の瞬間の騒動はとても言葉には表せないファーニーは指の先までブルブル震え出した 彼は刑務所に入ってから人間がすっかり変わっていた。彼は目を向き全身をおののかせながら。おい、ドース君僕は二度と刑務所に帰るのは嫌だ死んで地の底に埋められてもあそこに帰るのは嫌だ地獄のようなところに二度と惹かれたくないおや檻から鮮明なベルがリリンと家の中になりだった。 それを聞くと、ファーニーが狂気のようになって扉の方に出かけたが、私がまた抱き止めた。静かにしたまえどうするつもりなんだどうするって、来たとおりに隣の空き家に抜けてるのさどうすか、話してくれ僕は捕らえられるのは嫌だまた隣の空き家へ抜けるダメだこんなに慌てていちゃきっと屋根から滑り落ちるよ。 彼を抱きとめながら私が叫ぶような大きい声で言った「ここに待っていて運を天に任した方がいい」この時にはもう重い足音が階段を走り上るのが聞こえた「危機一髪だ」ファーニーは晩酌尽きて今にも私の首に飛びかかってきそうな姿勢を示したがそれは思いとどめて窓際に走り寄ってがらりとガラス扉を開けた。 私が追っかけて近寄るとその間に彼は窓からひらりと外に飛び降りた私は彼の体が外の黒い菩提樹の枝にぶつかることを聞いたけれども窓から覗く暇はなかったこの時にはもう外から激しく扉を叩く音がして取っ手を握ってガタガタ扉をゆすり出したそして太い声が いるか、あげろあげろとわめいた私はちょっとためらったのち、鍵を差し込んで勢いよく扉を開けた廊下には肥満の紳士が一人立っていた目と目があったしかしいかめしい彼の表情はすぐ彼の顔から消えてニヤニヤ笑いがした彼は近くの交番に立つ巡査で 私をよく知っているのだ。あああなただったのですかこう巡査がつぶやいた読者よこの家はクラージス街の私の家だったのだそしてカルミンスター講爵夫人に頼まれたパリの宝石商の使者というのは私だったのだ巡査はそれから5分間後 に私の部屋を出て行った彼の話によれば彼が家の前を通っていたら中折れ棒を目深にかぶった男が窓を仰いでいるので不審に思って近寄るとその男が口笛を吹いて逃げかけたで捕まえようとすると恐ろしい叫び声を立てて手を振り切って逃げてしまったそこで 留守の間に会場に泥棒が忍び込んでいるかもしれないと思ってやってきたのだそうだファーニーは菩提樹の枝に引っかかるとそこから幹を伝っていより塀を越して無事に町に逃げうせたブラザースはいいことを思いつきはしたがやり方がまずかったなるほど私が公に講釈夫人を訪問して宝石の飾り付きの目録を見せた時には パリのかから来たたに違いなかったしかし公釈邸に雇われて間のないブラザースは私が昔から夫人と親しい間柄だったことには気が付かなかった私は宝石泥棒を捕らえるために警視庁に雇われている暇によくこうした内職の仕事をしていたのだあの夜私はオパールを寝室の引き出しに入れておいた そうしてファーニーからあのオパールのことを聞かされた時にはあまりの意外に驚きもしたがまたそれを隠すのに随分苦心をしたそして私は私の計画を立ててその計画通りにしたのであるなぜこんな計画を立てたかといえばただファーニーに性根を入れてやりたかったからだ二度と泥棒することを思いとどまらしてやりたかったからだ むろん彼をこらすのなら他にも方法はあったろうけれども自然に彼の方から頭を持ち上げてきたのを利用するにはこれが一番よかったのだワーニーはその夜から全く姿を見せなくなったさだめし彼は後になって私が警官に逮捕されなかったことを知っただろうけれどもなぜ私が警官に捕らえられなかったかということは 彼の永久の謎だろうと思うそしてオリーブ城は私は3ヶ月後彼女から手紙を受け取ったがそれには彼女が心から愛していたファーニーとある英国の植民地で一緒になったと書いてあった2人は悲しい汚れたページをめくって新生涯に入ったのだ ところどころに斑点のある火のように赤い25のオパールは私の紹介でパリの店で飾り付けを終わって今では雪のように白い講釈夫人の胸に美しく光っている宝石に口があったらこの数奇な物語を彼女に話して聞かせるだろうにけれども物語を持たぬ美しい宝石というものが この世のどこにあるだろう